日本秋田県秋田市。手形手形は、秋田県秋田市にある大技である。郵便番号は010-0851。住居表示水施地区。また、大技手形の周辺にあり、手形を冠した町名を持つ地区の総称でもある。大技手形の人口は6052人。大技手形を除く、手形拡張の合計人口は4076人。 本校では、交通、施設の節では、現在の大技手形について、その他の節で特に明記しない場合は、地域総称としての手形について述べる。手形を関する拡張については、手形学園長、手形から未練、手形旧下町、手形新栄会手形住吉町、手形田中、手形山崎町を参照。手形地区北部の航空写真。 国土交通省国土画像情報をもとに、作成手形地区南部の航空写真。国土交通省国土画像情報をもとに、作成秋田市の東部、旭川中華流域の左岸に位置する。北東部に太平山から連なる尾根の末端である手形山があり、西部は旭川、南西部は JR 大羽本線に隔てられている。かつては、 朝日川の右岸に地向き柄未伝が存在したが、1980年4月1日の住居表示実施に伴う区画整理で、右岸域はすべて泉地区に編入された。平野部の多くが住宅地であり、また、秋田県道15号秋田八郎型線、秋田県道28号秋田岩見船岡線沿いには、飲食店や小規模な商業施設が密集している。 手形学園長に、秋田大学手形キャンパスがあり、文京地区、学生街の色合いも強い。早い段階から宅地化が進んだ地区中央部は、住居表示実施に伴い新たな町となって大技から離脱しており、現在の大技手形は南北に大きく分かれ東部の、アザ大沢、アザヘビアで細くつながる形になっている。地区南部は、秋田駅に対して北東に隣接する。 秋田駅は開業から長い間、西口しかなく、東側は駅裏と呼ばれる農業地帯だったが、手形を含む駅東地区の宅地化、人口急増に伴い、かつては現在よりも南に大きく広がっていた地西八地などが一部、分割され、奈良山、公面の各一部とともに新たな町である東通りになっている。その後1989年に、 秋田駅東西連絡橋が作られ、1997年の駅舎改築で正式に東口が設置された。以後も秋田駅東地区再開発事業が進行中であり、区画整理、道路拡幅などが続けられている。当地区の幹線道路である都市計画道路秋田街、旭川線の新道区間が2010年7月29日に暫定開通した。 全面開通は2011年度中の予定。手形地域全体としては、北は、旭川南町、新藤田、東は柳田、公面、手形山清町、蛇屋、南は、東通り、東通り中町、西は中通り、千秋城下町、千秋北の丸、小田野金社町、泉川場に接する。大技手形としては、西で中通り、 手形審査会長、手形山崎長、手形学園長、手形田中に接する。16の小技が設置されていたが、うち4の小技は住居表示実施に伴う区画整理で、全域型地区へ編入され消滅した。久保田藩主佐竹市の居城である、久保田城の東部に位置する。追記前は、旭川の古流路が流れ込む、低湿地であり、手形の、形も、 型の意であろうと考えられている。遺説として、地大沢の聖党院に、工房大師の手形が押された仏像があったという、伝説もあるが、聖党院は、久保田藩初代藩主、佐竹義信の正室の墓所として、日立国に建立され、佐竹氏の秋田天保に伴い移転してきた寺である、ため、時代が合わず疑問視されている。江戸時代以前の資料である、 秋田城之助文元町、豊臣秀吉主院倉入町に手形を示すと考えられる地名はない。梅津正影日記玄那6年10月24日の城に手形の新屋敷、小野崎玄三郎殿、死、刈り輪の衆へ無残相渡しこうとあるのが初見であり、これは手形そり、反町のことである。同日記の寛永2年3月26日の城に、 久保田手形村百姓ともわびこと申し分派、田地の内道屋敷港堀川川掛けにまかりむか、成功館、御検知新制度とあるのが、手形村の所見である。今日は3年の、では国軍、村かな府庁に、手形村は、高らみ田村、からみ田村、向田中村、田中村、稲沢村、小沢村、大沢村、沢村蛇、野村、 野崎村の旧村の総名であると記されており、六軍軍勇気によるとこれらはすべて、江戸時代に新規開拓された村であるため、追記前には手形はあったものの村はなかったと考えられている。また、教法15年、教法軍勇気には、手形村の他に、山崎村の記述があり、商法以前に開拓されたスキノベニッタで、肝入りは、 手形村に居住した上で、国印強調を受けていたものとされる。文化12年の秋田風土記に山崎村の記述はなく、この頃までに手形村へ編入されたものと見られている。久保田城に近接した地区は、手形の名を冠する侍町となり、手形上町、手形堀りり町、手形八町上町、家庭、手形新町上町、家庭、手形旧下町、 手形本新町、手形西新町、手形東新町の十町があった。特に、手形上町は、重新屋敷が集まる三の丸の一角であり、手形堀り反町も、高六の家臣が住む屋敷町であった。これらの町名は、手形旧下町を除きすべて1966年4月1日の住居表示実施に伴う町名整理で消滅しており、 ただ一名が残った手形旧下町も区画は大きく変更されている。なお、手形上町は同じく三の丸である上中城区長と共に、明治以降に区画が大きく変更されている。江戸時代の区画に対し昭和初期からの区画は、南側が上中城町に編入されており、逆に北側は北の丸の丘陵,陵部を編入していた。1901年、 秋田市消密地図府商工人名記と1902年、秋田市禅図の間で、手形上町、上中城町の記載位置に変化があるため、区画変更はこの頃と考えられる。以下はすべて住居表示実施に伴う変更。2016年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。南西部を JR 大雨本線が通り、 秋田駅東口に近接している。ただし駅本屋の所在地は中通り7丁目。駅東口の所在地は東通り中町。線路用地は千秋城下町。千秋北の丸。千秋中島町であるなど、手形そのものに所在する、施設、構造物はない。協調は上りよりいずれかが、大技手形にある停留所。ありがとうございます。